おじいちゃん見せる？
とそうめんです。で、銀杏。で、こちら、あの、むかご。サンマです。山芋のあるね、はい。そうですね。はい。で、お鍋がね、こっち来ましたら、このヘラを使って、このつみれをね、団子にしてください。はい。その上にお野菜も全部乗せて、沸騰するまで煮ていただいて、その後、こちらに取って上がっていただきます。はい、で酢の物がこちらね、みっとみょうが、このこれが酢になってますので絡めるようにして上がってください。みぞれでございます。はい、でお湯割りがこちらね、はい、はい、今ここにあのお作りが来ますのでね、乾杯。お味噌汁の具に頭は下げさせてください。カブと生姜とついてますので別々に入れていただいて、生姜の好きな方は生姜で上がってください。はい、はい、あ、もう温まってきましたのでね、これをね、はい、あのお魚から順番に入れていただいて、このように、はい、でその後ね、お野菜をね、まずこの上にキノコ乗せてください。エビの、なんかエビ臭さが。言われてもさ、全然臭くなくていいね。それやったら臭くさ、お父ちゃんね、新しい。体の不自由の患者や利用者に心身の回復を図ってもらう園芸療法を去年から始める。今日は5月に患者や利用者が植えたさつまいもが収穫の時期を迎え、みんなでさつまいも掘りを楽しみました。各地の地域の皮を海外へ売り込むための、いい気持ちだね。
目玉のこいつももう一回回るためにゼラチン質問。一般の避難所よりも配慮する事柄の多い福祉避難所立ち上げ、運営を確実に行っていくために豊泉さんたちが考えていくべきことは。こちらに整備新しいうちに冷蔵庫入れていいですか。はい、はい、はい。これが困るだよね、集団これ、何の集団戦闘しなきゃな。はい、皆さんおはようございます。朝5時15分朝5時20分ぐらいですね。今ちょうど夜明けの時間ですね。今ね浜辺に来ていますけどまだ誰もいないようです。お、船が見えました。小さな船、小舟ですね。ここに人が一人いました。散歩をしているのかな。ここは結構砂なんですよ。砂で足が埋まります。こんな感じです。砂が入りますね。
洞窟、洞窟のようなところがあります。今ね、そこの水たまりに小さい魚がいます。この水たまりの中にね、小さな魚がいますんで、水中撮影をしたいと思います。
水中撮影でした。これは海水なのでね、すぐに戻って水で洗いたいと思います。そして JR 九州といえばもう一つ話題が。